こんにちは、太鼓奏者のひとみと弟くんと弟くんと画面外の弟くんですイエーイはい、今日は祇園祭り Day 1イエーイ暑すぎ暑いな、うん、でも35度って言っとったけど、うん、大丈夫、だいぶマシじゃん。そもそも祇園祭りの説明がいりますか、まあ、軽く。はい、私の地元の三重県松阪市にある祇園祭りというお祭りがこの土日に15日と16日にあります。今日15日は読み屋で夜5時ぐらいから、もうすでにね、みこしも祭りも始まってるんですけど、あのおみこしのね、先導をして夜のお祭りを盛り上げていきたいと思います。お祭りの様子見ますか。はい、ちょっと見ますか。まだ読み屋やから人少ないけど、ロケーションが悪いですが、こっからね、人もたくさんになって、おみこしやら太鼓やらで盛り上がります。それでは着替えていきましょう。テコテコ髪のセットをしてもらっています。してもらっています。ちょっと嫌そうな顔しています。この人、やりやすいわ。横ないから、横ないから、はい、OK です。はい、準備が完了しました。やったな。祇園祭。それでは、5時からおみこしが集まるので、できます。わーい、みんなもいい感じです。ちょ、この前のイベントとちゃんと、ちゃんとこちらの動画も、あ、よろしくお願いします。頑張るぞー。おー、いや、まもなく始まります。人の生といいますか、人が密集するに加えて、この三味腰のこの じゃないか。今ね、ちょうど休憩時間でして水分補給がしたいですね。水分補給が。テコテコ。肩が負傷してます。肩痛い人。あ、あ、休憩です。休憩しましょう。Thank you.
ました。終わってないな。今から三条の練り込みがあるので、私たちはここでとりあえず待機です。言い方と足が痛い。また来年も今年以上のみこしをやりにここで会えるように願って乗車していきます。今日一番の乗車ください。さあ。和太鼓ひとみチャンネル。お疲れ様です。お疲れ様です。マジでこう大げさじゃないよな、うん、本当にこれくらいのレベルでなかなかボロボロです。ということで祇園祭りデイワン夜トギョが終了しました。久しぶりの夜トギョやったからみんなめっちゃ疲れてるな。でもすっごくすっごく担ぎ手さん盛り上がって私たちもすごく楽しかったです。明日はお昼にステージでの演奏があるので今日はもうお風呂に入って早く寝ます。それではデイワンの動画はこれにて終了したいと思います。今日の動画そして祇園祭がいいなと思った方高評価コメントそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやあらららら、調査や調査や調査や